グダニスク、グダニスクは、ポーランドの都市。バルト海南部に面するポモージェ、ポメラニア地方東部に位置し、グダニスク湾を擁するポーランド最大の港湾都市で、あり、ポモージェ県の県都である。ポーランド語名の発音は、カタカナ転写が難しく、グダンスクと表記されることがあり、政府観光局は、グダンスク、市役所は、グダニスクと表記しており、公的機関においても表記が分かれている。 歌集部語ではグダンスク、また、ドイツ語名のダンツヒ、ダンチヒ、ともでもよく知られている。グダニスクという地名は、ここを流れる元ワバ川の古名であるグダニャ川から来ている。これは、インドヨーロッパ祖語で、とうとうと流れる水、すなわち川が、原義となる五感伝入から成り立つ、考古学者によると、グダニスクの鳥では980年頃ポーランドの、ミエシコ一世が、 原住民との戦いを終えてから建設したものである。997年に、プラハのアダルベルトが、ボレスワフ一世に代わって市民に洗礼を施したことを記念して、1997年に先周年、記念祭が執り行われた。クグダニスク浜もなく、ポメレリアとして知られる分裂した広告の中心地となった。ポメレリアとは、海のそばの土地という意味である。 このうち最も有名なシフィエントペウク二世は1235年頃、グダニスクに自治権を与えた。当時のグダニスクの人口は2000人ほどであった。この11年前の1224年、グダニスクはすでにリューベックのものと似た都市法を確立していた。リューベックは1226年に都市基本法を制定した。ポメレリアの統治者は徐々に権力を強め半ば、 独立した公となり、ボメレリア公国を1294年までそれぞれ分割して統治した。1308年11月13日、グダニスクでは、ブワディスワフ一世によって、ドイツ騎士団が招兵され、ブランデンブルク編教博とドイツ騎士団により管理された。植民地化にされた。1343年にが結ばれ、騎士団が、 ポーランド王国に賃料を支払うことで、ポーランド王から、ポメラニア地方が、ドイツ騎士団に対応されることとなった。この地方の貴族問題は、まだ残っていた。グダニスクは、ドイツ騎士団の支配下で町都市近代化され、経済成長し、国王による都市加速新政策の一環として、ユダヤ人もドイツ商人と一緒に招聘された。ドイツからの移民が増加し、 1361年に、ハンザ同盟の正式な貿易加盟都市となり、穀物、特に小麦、木材、炭酸カリウム、タールその他ポーランドの森から産出され、ビスワ川の運送網を経由しやってくる、様々な品物の輸出が促進されることになった。グダニスク市民は、ドイツ都市法のマクデブルク法による税や、裁判制度などを理由に、ドイツ騎士団の支配を嫌っており、 グダニスクを含むポメラニア地方やリトアニア大公国などに関する一連のトラブルが発端で1409年に勃発したポーランドとドイツ騎士団との戦争ではグダニスク市民はポーランド側についたこの戦争は1410年のグルンバルトの戦いにおけるポーランド王国の勝利によって終結したグダニスクは以前からドイツ騎士団の支配を廃して ポーランド王国へ帰属することを望んでおり、その望みが叶うことになった。しかし翌年に締結した第一次トルンの和訳では、行政上の技術的理由により、ポーランド王国は再び、ドイツ騎士団にグダニスクを賃貸しすることに決め、グダニスクは騎士団の支配下に戻った。1440年、グダニスクはドイツ騎士団に対抗したプロシア連合の設立に参加し、 ドイツ騎士団の利権の排除を目指して、ポーランド王国と同盟し、13年戦争を起こした。13年戦争は1457年5月25日に、ポーランド側の勝利によって終結し、ポーランド王カジミエシュ4世によってグダニスクは、ポーランド王国の自治都市としての特権を与えられた。グダニスクは、ハンザ同盟の他の諸都市との貿易に加えて、 ポーランド国内の市場への参加も認められるようになり、以後大いに反映することになった。1466年に、ポーランド王国とドイツ騎士団との間で締結された第二次トルンの和訳と、ポーランド王領プロシアの確立によって、ポーランド王国とドイツ騎士団との戦争は完全に終結した。これによってグダニスクは、ドイツ騎士団の利権を完全に排除して大幅な、 自治権を実質的にも確立することになり、これは1577年に再確認された。こうして、ポーランド王国の直接の庇護を得た16世紀と17世紀は、グダニスクの貿易と文化にとって黄金時代であった。市民はドイツ人が比較的多かったが、ポーランド人、ユダヤ人、オランダ人も多数住んでいた。さらに、スコットランド人難民もやってきて、 市民権を得た。有名な天文学者のヨハネス・ヘベリウスが業績を残したのもこの時代である。彼の父親はチェコ人移民でグダニスクでビール醸造業を営んでいた。これら多民族の住民が混住することにより町は繁栄を極めた。宗教改革の時代には多くの市民がルーテル派、主にドイツ系やポーランド系の中産階級やカルバン派、主に オランダ系やスコットランド系の中産階級や、ポーランド人貴族を受け入れた。しかしカトリック教徒との深刻な対立は見られなかった。これは時代によって、程度の違いこそあれ、ポーランド王国には一貫して、民族、人種、宗派、宗教の違いを受け入れる寛容な風土があったらである。18世紀、度重なる戦争によって、グダニスクの経済は徐々に衰退していった。 1734年のダンツヒ行為戦ではロシアに占領された。1793年の第二次、ポーランド分割により、グダニスクはプロイセン王国に並行され、公式名称もダンツヒに変更された。1807年のダンツヒ行為戦から1815年にかけてのナポレオン戦争の間は、ナポレオンの政策によって、自治都市としての地位を回復した。 ナポレオン戦争が終結すると、ダンツヒは再び、プロイセン王国の支配下に置かれ、西プロイセンのダンツヒ地方の行政中心地とされた。ダンツヒでは、住民のドイツ文化への同化政策が徹底的に行われ、住民の多くはドイツ人、バルトドイツ人となっていった。第一次世界大戦後は、ベルサイユ条約によりドイツ領から切り離され、どの国にも属さない。 国際連盟保護下の自由都市団地費となった。住民はドイツ人、バルトドイツ人が主体でありながら、ポーランドが死の外交権を得た。河川についてドイツ帝国は堤防を作った。ドイツ帝国は建て替えを仕向けるために、あえて放置すると、わずか数年で堤防は破損し、反乱が頻発した。しかもドイツ人たちは河川の反乱を ポーランドの仕業とみなして反ポーランド主義を高めたたに、堤防の再建は停滞した。地元経済の活性のため、水揚げしやすいように大きなサスが作られると、裕福な少数のドイツ系商人は商品運行を遮られるとして敵意を抱いた。また同様の理由から3 0トルに設けられた。ドイツは本土からン地費に向けてドイツ人を移住者が来た。さらに、 ダンツ飛行はポーランドの製品に対して関税をかけた。ポーランドはこの敵対的政策に対抗してグディニア港を建設した。ポーランドからの製品のうち高付加価値のものは最新のグディニア港から輸出され木材などかさばる割にあまり価値のない品物の輸出にのみダンツ飛行が使われるようになった。これによってダンツ飛の経済は停滞した。これは ダンツヒのドイツ系住民の民族主義を強め、この結果市の議会では1933年にナチスが第一党となりポーランド系住民やカシューブ系住民に対する弾圧が行われた。ナチスが支配したダンツヒの市民は自衛団をはじめとした民兵組織に参加し、これら民兵組織の構成員をドイツ本土に送って軍事訓練をさせたいポーランド戦争を準備した。 ダンツ飛行にはドイツ本土から大量の武器弾薬が次々と送り込まれた。ナチス親英隊の構成員も一般市民を装って大規模に潜入した。1939年のポーランド侵攻に際して同市に潜入していた親英隊の一部や友好訪問を名目に校内に停泊していたドイツ海軍の練習官シュレスビヒホルシュタインの 海軍陸戦隊が同士を制圧した。郊外に、ベステルプラッテに駐屯していた180人、ポーランド守備隊は3500人のドイツ兵を相手に、勇敢に戦ったが、ドイツ側の物量には勝てず、7日間の激戦の後に、弾薬と医薬品が尽きたため降伏た。ダンツヒはドイツに占領された。ナチスの秘密警察は、戦争が始まる前の1936年から、 ポーランド系住民の内定調査をしてリストを作成しており、この占領によって数千人のポーランド人がリストに乗っ取って一斉に逮捕され、強制収容所に送られるか、近くの森で射殺された。第二次世界大戦末期、多くのドイツ人がソ連軍の進撃を逃れにしに、非、残っていたドイツ系住民もヤルタ協定により戦後にドイツへ強制移住させられた。ダンツは、 ドイツ軍と連合国軍との激しい戦闘により大半が破壊された。1952年にポーランドが独立を回復するとダンツ比は元のグダニスクを公式名称としてポーランド領に編入された。実に159年ぶりのポーランド領への復帰であった。旧市街など戦争で廃墟となっていた市街地は残された資料をもとに ポーランド人の手によって完全に復元された。新生グダニスクは造船業と貿易を主要な産業として大いに発展したが、1970年代のオイルショックによって経済が低迷し、ソビエト連邦が支配するコメコンの経済体制に対する不信から民主化運動と労働運動が始まるようになった。1980年代初め、ポーランドを民主化に導く。 連帯の指導によるグダニスク造船所労働者のストライキが行われ、こうした運動が1989年のポーランド民主化につながった。1990年には連帯指導者だったレフ・バウェンサ、ワレサがポーランド大統領になった。2007年にはグダニスク出身の若き政治家、ドナルド・トゥスクがポーランド首相となった。現在のグダニスクは、 ポーランド最大の観光地の一つで、内外の多くの観光客で賑わい、また主要貿易港の一つでもある。ポーランド北部の文化の中心地でもあり、一年を通じて多くの文化的催しが行われている。ポーランド市民が精密に復元したグダニスク級、市外はその文化的価値が認められ、ユネスコの世界遺産の暫定リストに載っており、相当多くないうちに世界遺産として、 正式登録される見込みである。グダニスクの町は、グダニスク湾に面しており、市の北部には、第二次世界大戦海戦のきっかけとなった、ベステルプラッテという小さな半島がある。また外海に望む一帯には、長大なサスである、ヘル半島があり、鉄道や道路が、通り漁村も点在していて、継承の地となっている。グダンスクの運河やベステルプラッテの三橋からは、 ヘル半島の中間地の漁港のヤスタルニア、ジャハーニアや半島突端のリゾート村のヘル、ヘルまでフェリーが出ている。また、グダニスクからはヘル半島を通って突端のヘルまで鉄道も道路も通っている。グダニスクの近くにはグリニャ、ソポトがあり、これら3つの都市はまとめて三連都市と呼ばれる。また、近郊の町、オリーバの境界には 世界的に有名なパイプオルガンがある。市の中心部は、ビズワ川の一支流レニフカ川、レニーワカに注ぐモトワバ川の河口に位置し、一般にグダニスクという都市名は、グディニアともども、モトワバ川の古名グダニア川、グダニアに由来するとされ、これはインドヨーロッパ祖語で、川を意味する段という語感を持っている。バルト海に面しているため、 ポーランド内陸部に比べると、夏は暑くなく、冬も比較的暖かい海洋性の温和な気候である。夏は雷雨が起こりやすく、年に数日程度は30度を超えることもある。冬は積雪となることもあり、時に気温がマイナス15度を下回ることもある。グダニスクは、グダニスク大学、グダニスク工科大学など全部で14の大学があり、約6万人の生徒が学んでいる。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。